淡路市にある県立公園淡路花桟敷でストックが見頃を迎え、およそ1万本の花が花壇を鮮やかに彩っています。四季折々の花が楽しめる名所淡路花桟敷で今見頃を迎えているのはアブラナ科のストックです。ストックは見頃となる花が少ない冬に咲く花で、1万1000本の花が花壇を彩っています。今年は紫や白など5色の花で白鳥をデザインしていて、庭が作り出したハートの中で写真が撮れるフォトスポットが人気を集めているほか、展望台からも優雅な景色が楽しめます。綺麗な、綺麗、上から見たら違うやつ、まず下とちゃうやん、下から見てたら普通に花が咲いてるだけかなと思ったら、上に上がってきて、なんか白鳥になってるんやと思って、ハートになってるんやと思って。ストックの見頃は来月中旬までで、淡路花桟敷では菜の花など春の花も徐々に咲き始めています。